ミスター・ノーバディは2009年のフランス・ドイツ・カナダ・ベルギーの SF ファンタジー映画。監督はジャコバン・ドルマル。出演はジャレッド・レトとダイアン・クルーガーなど。不死が実現した未来で人類最後の死に行く人間となった老人にもが語る、あり得たかもしれない様々な人生を描いている。第66回ベネツィア国際映画祭コンペティション部門出品作品。 主人公の名前にもはラテン語で誰でもないものという意味である。2092年科学の進歩で人間は永遠の命を持つようになっている。そんな中、118歳の主人公にもは唯一の命に限りある人間だった。誰も彼の過去を知る者はいない。死を目前にした彼は医者の催眠やインタビュアーの質問を通じて 自らの過去を改装していく。しかし彼の過去は普通の人間のように一本道ではなく様々な選択によって分岐した人生を同時に含んだものだった。例えば彼は両親の離婚の際に父についていった記憶と母についていった記憶、その両方を語ることができた。生前の記憶、分岐した人生などが次々と展開されていき、 彼がついに死を迎えるシーンで映画は幕を閉じる。しかし彼はどれも選択しなかったという可能性は残った。6点トマト図によれば30件の評論のうち67%に当たる20件が高く評価しており平均して10点満点中6.58点を得ている。メトクリティックによれば10件の評論のうち高評価は5件。 賛否混在は3件、低評価は2件で、平均して100点満点中63点を得ている。ありがとうございます。